こんにちは、画家の増山玲奈です。原発ゼロまであと28日となりました。原発ゼロとなる大飯原発が止まる9月15日には中之島の関電本社前で夕方5時から、イベントが決まりまして、私も、原発ゼロを祝う絵をライブペイントしに行きます。その前2時ぐらいからオフ会も企画しているので、ぜひ参加してくださいね。そして今日のテーマなんですけれども、じゃーん、8000ベクレルから10万ベクレル以上の指定廃棄物を燃やさないで、きちんと一箇所に閉じ込めてということです。実は明日8月19日から本格稼働ということなんですけれども、福島県の鮫川村で、廃棄物の処分の実験が始まろうとしています。これは鮫川村だけではなく、福島県各地でこのような廃棄物の焼却実験炉が、稼働しようとしています。燃やすとその灰は小さくなるかもしれませんけれども、空気中に、また放射性廃棄物が舞い上がってしまう、出てきてしまうという危険性もあります。そして、ずっと今まで原発が最終処分場の問題、その管理を考えないで稼働してきてしまったように、今また原発事故が起こった日本で除染廃棄物をどうするかということをきちんと議論しないまま、このようにとにかく焼却してしまおうという流れが進んでしまうこと、すっごく良くないことだと思います。ただでさえ汚染されている私たちの国は、ますます汚染されてしまって、負のサイクルに、入り込んでしまっていると思います。こういうのは止めなければならないということで、鮫川村役場、そして環境省、福島と東京の2カ所の電話番号も書きました。よかったらぜひ電話をして、全国から声を届けてください。本当は大手メディアでもきちんと報道しなければいけない問題なんですが、なぜか東京新聞以外ほとんどのメディアがこれを報じてくれません。紙の爆弾で私も書かせていただいたことがありますけれども、もっと多くのメディアの人も声を上げてください。というわけで、実際に鮫川村の焼却炉から 1.5 キロのところに住んでいる、和田孝子さんに、状況をお聞きした映像をお見せしたいと思います。何度も繰り返しますけど、今までは100万ベクレルが放射性廃棄物と言われている中で、80倍、そして、100倍といった濃度のものをもう今度は燃やそうとしているような状況が、目の前に訪れています。皆さんで声をかけて未来を守りましょう。ツイッターでも流れてたので、はい、でこの鮫川村のニュースっていうのは非常に珍しいんですよ。全国ニュースになるっていうのは非常に珍しいのは何なんだろうなと思ってよくよく見てみたら、焼却、稲割れを焼却すると、で予算が7億3000万ついてるっていうふうに書いてあったので、うん、なんでこんなに稲割れ燃やすのにねこんなにお金使うんだろうって思ったのがきっかけ でそのニュースを流している、ツイッター上 の知り合い、その時は知り合いじゃなかったんですけど、その人に聞いたんですね、うん、そしたら、いや実はこういう資料が出てるんですって言ってリンクを送ってくれて、でこれを開けてみたらびっくり仰天なことに、住所が、建設地の住所がうちから 1.5 キロだったんです。それでうわーこれは大変と思って、そっからなんですよ。それが去年の9月の20日頃の話、ちょうど裏あたりというか、はい、すぐ山の向こう側ですもんね。これお持ちいただいて構わないんです。後でこっちもコピーお渡ししますので、 ありがとうございます。それですぐに役場に訪ねたんですね、はい、そしたら地権者30件だけ同意をもらっていますと、それで事業を決定しましたっていうんですよ。で 1.5 キロなのに私たち全然知らされてないんですけどっていう話で、うん、そんなのかなって感じで、うん、それで村民の方には説明会やったんですかって言ったら、いや村内でも説明会はやってないと、ただ地権者30件だけには説明会をやって同意を取りましたから、それで決定しましたって話なんですね。それは
がないんじゃないのって思って、それでこれは大変だと思って、でインターネットで情報を集め始めたっていうのがきっかけなんですよね。でインターネットでどんどん情報を拾っていたところ、偶然ですね、環境科学者の関口哲夫先生っていう方の動画がヒットして、何気に見てみたんですね。そしたらその今回のことに重なるような、廃棄物処理のお話をされていて、非常にこれは重要だなと思って、廃棄物って言ってもその放射能汚染にされた廃棄物のお話だったんで、これはぜひうちの地元でも勉強会をやっていただきたいと思ってコンタクトを取ったんです。でこの資料をその先生にお送りしたんですね。そしたらパッと見てですね、これはひどいって言うんですよ。で何がひどいかっていうと、このここなんです。処理能力が 200kg、 1時間あたり 200kg 未満って書いてありますよね。でこれは廃棄物処理法に触れない大きさなんですよ。小型の焼却炉っていうことで、廃棄物処理法っていう法律にかかってくるのは 200kg 以上なので、わざわざこの未満っていうことにして、それでその法の適用を逃れるっていう形でやってきてると。これは姑息だというお話をされて、非常にですねお怒りだったんですよね。でこれはその とてつもないひどいことをやろうとしてるんだということをその時に知りまして、で先ほどのこういった煙突入り口のところから坑道から煙突含め見えないように設計することって書いてあることとか、非常に怪しい内容なわけですよね。はい。なんでこれは大変だっていうことで動き始めたのがきっかけですね。でここに設置場所っていうのが書いてあって、ハウのエボリ320って書いてありますよね。はい。これ見て、うちからすぐだと、地図見たらもう 1.5 キロちょっとだったので、これは大変だと。ここに焼却した範囲を埋め立てることっていうのも事業所に書いてあるんですか？うん、書いてありますね。一時的に、仮置きするっていうことになってるんですよ。セメントを固化してね。ちょっと待ってね、これ長いからちょっと一部しかコピーしてないんですけど、あとでちょっと。しますね、焼却灰をセメント固化をして、一時保管するってことになってるんですよね。ここのね、染川村は住民がそんなに多くなさそうに見えるんですけれども、そんなに新しく建設して焼却場を作らなければいけないほど染川村の廃棄物が余ってるんですか？いや、そうじゃないんですよ。だから何を持ってこようとしてるのかしら。600トンしかね、今回のその焼却実証事業っていうことで600トンの予定なんですよね、3年間で。たかだか600トン。でそれもよくよく調べてみたら、200キロ、うち200トンが牧草、汚染牧草なんですけれども、牧船牧草は、希望の牧場さんが引き取ったっていうんですよ、その後。あそこの希望の牧場さんすごいたくさん通すいて、その牧草が不足しているので、ここで余って焼却の対象になってるっていうのを聞いて、で汚染が3000尾くれる程度だということで、それだったらぜひうちに分けてくれっていうことで、なんか取りに来たそうなんですね。だから200トンのうち、これなんですけど、牧草200トン当初あったのが150トンぐらい持ってってもらったっていう話なんですね。だからあと50トンも引き取ってもらってくださいってお願いしてるんですけど、ちょっとなんか分散してるみたいだから、それかき集めなきゃなんないって話なんですけど、でもそれは言えば引き取ってくれると思うんですよね。だからね、実質的に400トンしかないんです。で400トンをだから7億3000万で割ると1トンあたり200万円かかるんですよ、処理費用が。こんなバカな話ないですよね。だから税金の無駄でしょって言ってるんですよ。